こんにちは、店長です。ではインタビューを始めます。よろしくお願いします。そうですね、バイクとの出会いは16歳の時に、まあみんなが、あの時はみんなほとんど免許取ってたんで、すぐに免許取りに行って、僕だけスクーターじゃなくて、ちょっとまたがったバイク乗りたいなと思って、オフロードじゃないや、アメリカンタイプのジャズに乗ったのが最初ですね。もう近所しか走る、最高で真田山じゃなかった、どこや、篠田山に行った。あれが最長かな。距離で言うと20キロか、20キロぐらいちゃうかな。でもさ、ジャズはさ、当時の株のエンジンでさ、スピード、重さ100キロを超えてたのかな、ジャズって。だからさ、もう全然走れへんよ。30キロ、40キロがマックスかな。だからまあ、もう他の速いスクーターに追いつくスピードではなかったからな。もうめっちゃしんどかった。全くなかったな。ただの移動手段とみんなが乗ってるからバイクに乗った方がいいかなっていう感じで乗っただけ。だから結局高校1年2年3年もう乗らんかったな。ほとんど乗らんかったな。CD かレコードやろ。レコード、最初のレコードは多分あれやと思うで、太田博美ちょ、え、何やったっけ、太田博美ちゃうかな。太田博美とおったよな。いました、なんとかのハンカチ、木綿のハンカチ、木綿のハンカチーフか。多分太田博美やと思うで。社会人になってはもう全くバイクから遠ざかってて、で自分で店を始めて、あれいくつやったかな、32ぐらいの時に、当時のビッグスクーターブームで、とにかくマジェスティがかっこいいなと思って、で当時は中免も持ってなかったから、マジェスティがとりあえず欲しいって思いで、まずマジェスティ買って、そこから中型免許取りに行きました。オフロード始めたきっかけはもう完全に手塚もくんに無理やり誘われてね。まああれ、一昨年に XTZ 買ったんやけど、あの1年以上前ぐらいからかな、とりあえずバイク買え、バイク買えって言われてて、もう俺は別にバイク乗るつもり全くなかったんけど、とりあえず15万ぐらいあればとりあえず 125cc 買えるからってことで、俺がなんとかメルカリで XTZ 探し出して買った見たものの、その他もろもろの金が多分 XTZ の金以上に飛んでいったね、すぐに。いくらぐらいかかったんやろな。まあ俺最初さ、いつも言われるんやけど、とりあえず始めるときは安いものから始めようと思ってヘルメットも買ったけど、ヘルメットも結局これで3つ目やし、ブーツもこれでブーツ4つ目やもんな。からまあ手塚もくんの言うように、最初からそこそこいいものを新品で買っといた方が結果的には安かったのかな。いくらかかったやろ、ほんま最初買い替え買い替えで、これは失敗やったな。やっぱりいいものの方が長持ちするね。あと中古はブーツとかは特にお勧めできへんね、割れるからすぐに、新品じゃないと。好きな食べ物はね、ハンバーガーハンバーグではなくハンバーガー、ハンバーガー大好き。あの嫁さんとハンバーガー屋巡りしてるからね。これもまたやな、俺が最初 XTZ でええって言ってたのにやで、たらやっぱりそのうちどん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 遠いとこ遠いとこ行ってさ、高速乗らなあかん高速乗らなあかん言われて、
結局じゃあ高速乗らなあかんとかったら中面250ぐらいの乗らなあかんってことになってやな。でまあ動画にもあるけどさ、強引にバイク屋連れて行かれてさ、もうまあまあ半ば強引やね、半ば強引なのと勢いとで、うん、まあ乗り換えたら思うたらな、やっぱりこれがもう今一番乗りやすいしな、うん、それは125よりかは遠くも行けるし、スピード出しても怖くないしな、高速で、うん、せやね、先週この動画上がるか分からんけど、レンタルバイクで忍者 R25R 乗ってみたんやけど、まあ寒かったせいもあるけど、残念ながら俺にオンロードの興味はないね、うん、やっぱりあのあとレンタルバイク屋からセローに乗り換えて帰った時の気持ちよさがなかったってのはなかったね。やっぱりオフロードが最高やね今は。まあ、楽しんでいただけたらいいなと思ってるんで、まあどうせ別に僕の技術を見て誰も何も思わんと思うんで、楽しい会話と楽しい走りをこれからも見てもらえたらなと思ってます。今好きな芸能人な、サッシーかな。Thank you.